その土地の食材を生かし、とんでもなく美味しく進化したご当地カレーライス。まずは北海道苫小牧市、漁師飯に大行列。究極のシーフードカレーには今が旬のが入っていた。北海道の南、太平洋に面した苫小牧は新鮮な海の幸が豊富。そこになんと朝から大行列ができる究極のシーフードカレーがあるといいます。一体どんなご当地食材が入っているカレーなのか調査するのは、皆さんナマステ、ラジャです。いや、ほんまにはっきり言うとラッキー。だからカレーの店行きます。どんな店あるかちょっと見ますですね。うわっ、えやばいやばい、皆さん見てください、みんなすごい人並んでる。皆さん見てくださいよ。そこにはなんと長蛇の列が。北海道苫小牧の並んでも食べたいご当地カレー、その美味しい正体とは。わあ、すごい。そりゃ美味しいだろうよ。やばい。北海道苫小牧で進化したカレーライスを求めて大行列が。うわ、あんなのあんなの。そこにはなんと長蛇の列が。午前中から大行列、その数50人以上。みんな地元の人？札幌？観光客だ。今やその噂は全国を駆け巡り、北海道はもちろんわざわざ海を渡ってやってくる人もいるんだとか。寒い中ね。どんなに寒くても行列が途切れることはありません。待つこと1時間半。こんにちは。ようやく店内へ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。すいません。はい、どうぞカレーお願いします。かしこまりました。果たして新鮮な海の幸の力でとてつもなく進化したご当地カレーとは。お待たせいたしました、カレーです。お、すごいなこれ。え、何、何がこれ、何かこれ。苫小牧の極上食材をふんだんに入れたカレーがこちら。あ、何、見るからにゴロゴロとしたこの食材とは一体何。これ何、これ見た目すごいな、初めてこんな見たですよ。いただきます。うん、めっちゃうまい。すごい甘い、めっちゃ柔らかい、シャクシャク。ありがとうございます。新しい味ですね、新しい食感で、カレーはすごいスパイシーっぽいし、ちょっとなんか濃い味、すごいですね。何ですかこれ。これは苫小牧のホッキ貝です。ホッキ貝、はい、ホッキ貝。なんと入っていたのはホッキ貝。お寿司屋さんで目にするあの赤い身の貝。そりゃ美味しいだろうよ。カレーは濃厚、スパイスを効かせた中辛の味わい。そこに入ったホッキ貝はプリプリと柔らかく、噛むたびに甘さが染み出し、口の中で辛さをマイルドにしてくれるんです。まさに海の幸とカレーの絶妙なマッチ。お寿司屋さんで食べるホッキ貝からは想像もできないしっかりとした味わい。これはホッキよ。いや、インド人もびっくり。普段海の幸を食べないインド人もびっくり。それにしてもなぜホッキ貝をカレーに。どうして。考案者三浦さんに聞いてみると、ホッキっていうのは昔からね、はいはいはい、一般の人ってあまり食べないんですよ。食べないか、買えないし、高級品だったからね。だから漁師のとこ行ったら肉の代わりにホッキ使ってるわけさ。いやー、びっくりしちゃったね。美味しいって思い出して作ったんですよ。そう、元はいわゆる漁師飯。それを20年前メニュー化に挑戦。
試行錯誤を重ね今の味にたどり着いたのです。苫小牧のホッキとカレーはぴったり合うんですね。ぴったり合う、はい、実は苫小牧のホッキにはカレーを美味しく進化させる秘密が。いや早いね。早速ホッキ漁に同行。ホッキ漁特有の網を投げ入れ、すごいな、海の中入った。船で引くこと40分。すると いっぱい入ってる。なんと大量のホッキ貝。すごい、うわー、いっぱい。量もさることながら驚くのが、すごいな、あれでかい、大きい、でかい、でかい、うわ、でかい。そう、苫小牧のホッキ貝は大ぶりなんです。実はこの大きさにカレーを美味しく進化させる秘密がありました。トゥーさん、大きい方が美味しいですか？そうだね、身厚いから、はい、大きい方は美味しいと思うよ、うん、ホッキ貝は大きい方が味が濃く歯ごたえも良くなると言われており、実は他の港では 7.5 センチ程度でも水揚げするそうですが、ここ苫小牧では9センチ以上のものだけを取っています。美味しいホッキ貝しか水揚げしないのです。うわあ、すごい、すごい、いや綺麗ですね、ツルツルですね、ツルツル。ラジャーの頭は、あ、それそれ。あれ、正解一。正解一。正解一。美味しい。美味しい。食べてみる。なんと取れたてをご馳走してくれることに。どのようにして食べるかというと、バター醤油焼き。焼くんだ。これを七輪に殻ごとのせ、ワイルドに焼き上げます。わあ、ボコ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 、すごい、ボコ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 、うわ、美味しそう、わ、もう、わ、めっちゃいい香り、うまい、絶対うまいな、これ。いただきます。取れたてのホッキ貝、そのお味は？いや、うまい、うわ、めっちゃうまい、ほんま、はっきり言うと甘いですよ。甘いね、うん、甘いですよ。美味しいに決まってますよね。そう、取れたてのホッキ貝にはホタテ貝を思わせる甘みが濃厚なのです。さらに食べな、食べな、これスープめっちゃうまい。このだし、醤油、バター、あー、こっからだしと醤油とバターな、ちゃんと見てくださいよ、ちゃんとだしも出るし、めっちゃピカピカ、すごいピカピカ。ホッキ貝のだしが出た美味しそうなスープが。濃厚な味のホッキ貝は苫小牧ではだしとしても大活躍。例えばお味噌汁や、美味しいよね、炊き込みご飯はもちろんのこと、これだぞ、美味しそう、だしが衣に染み込むかき揚げなど様々な料理に使われています。いや、美味しそうだな。そう、ホッキ貝のだしはかなりすごい。ここが究極のシーフードカレーに進化した秘密。ホッキカレーの作り方は、まずホッキ貝の肝や貝柱を煮込み、だしをたっぷりと取ります。そしてそのだしをスパイスと野菜を3時間煮込んだカレーペーストに投入。すると素晴らしくだしの効いたシーフードカレーに。さらに身の部分は食感と甘みが楽しめるよう、お客さんに出す直前にホッキ貝3個分を入れ余熱で温めるだけで仕上げます。生の時より少し火を通した方が甘みが増す。なるほど。一方で
身が硬くなりすぎないよう紫のところがほんのりピンクになる程度に熱を加えます。なるほど。そうすることで食感も柔らかいままで、噛めば甘みが口に広がり、ピリ辛のカレーがまろやかに生まれ変わるのです。ホッキのボイルすると甘み出るからね、はい、甘み、あ、はい、これそこから出汁出るから、そうですね、それを僕ら利用して作るんですよ、はいはいはい、それでないと意味ないからね、ホッキのカレーっていうのね、はい、北海道苫小牧の進化したご当地カレーは日本一のホッキ貝を贅沢に使った究極のシーフードカレーでした。スタジオでも存分にご賞味あれ。ご用意しました。